人たちだぞ。あれ人のタイタです。今回のゲスト、いや、自動車だ。タガシだよ。ゆうちゃんのトバです。ミミックス鼻クソペロリンちゃんともペロイタチクです。ということでレイクです。今回の企画なんですが、俺とトバ市長がブチギレ、そして喧嘩をして、レイクレとドンラビのメンバーにドッキリ仕掛けてみたオープニングで言うんですか。新しい新しい。あのこれもエンディング後でしてね、はい、終わりました、やりましたね。ドッキリ仕掛けたんですけども、はい、失敗してます場を借りて言わせていただきます、はい、そうでしたちょっとね、だからまあ今回はなんで失敗したかも楽しみに見てもらいたいなって思います、ね、なかなかいい試合でしたけどね。いやだからね、レイがおかしい、レイクレがおかしいね。うん、レイクレってよくね、口論とかになるんですよ普段でしょ。普段ってなったら普通止めるじゃないですか、チームって、うんうん、いや周りのやつが、あ、あら、あらこれ見れんの見れんのって言って、頭おかしいな。そうなんです、あのね、喧嘩を助長する癖がありますねっていうのもあります。まだ今回はその助長してるシーンも含めて見れますんで、はい、そうね、普段レイクレこんな感じで喧嘩してるやなって思ってもらいつつ、ドバがどれだけ下手か。ちょっとね、最初良かったんですよ。いや、そういう良かったね、こっち半信半疑やったし、うん、そう、確かにどっちどっちってなった。そうそう、だからもう、ま、去年の佐藤輝明ぐらい最初は良かったんですよ。後半にちょっとホームランが出なかったっていうね野球知らんだよ3人とも知らんのよ。ごめんごめん、すいません、全然わからん。僕も知らないっす。なんでということで、ではドッキリの一部始終ご覧ください。すいませんでした。けどあれやな、お前のおもんないボケでだいぶ止められたわ。いやいや気持ち悪い。何それマジで。いや、あれがいいんですよ。あれがいいんですよ、YouTube。 いや、ダメ。だってメンバーがさ、何、はい、もう、困ってる。え、マジですか。いやいや、別に。いや、あのボケがいいんですよ。まあ、たかしありき。まあね、ツッコミありきみたいなとこありますけど。そう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 。いやけど、その、なんやろ、ボケがなさすぎたら、まあね、確かに確かに葬式みたいになりますよ、あの動画。まあそれはあるかもしれない。だからそれは正直いいんじゃないですか、あのボケは。100万人ボケ、100万人登録。いや、まあまあ、そうですね。100万ボケとか思ってないですけど、すごく大事ですよ。だから今から YouTube やるんやったら、こう、ボケていいかなって感じですよ。まあね、そうな。ボケがなかったら、都市伝説の方が良かったよって言われると思うんですよ。まあ、ボケじゃないですけど、その、まあ、バンドの良さとかもあると思いますけど、仲良さとか。まあ、都市伝説はもうね、やらんっていう話やから、普通に。まあね。いやけど、あんだけね、なってたら、そういうことになりますわ。お前らも消えたらよな。え、お前らも消えたらよってなった。いや、よう、よう言えんいやだからほんま、さすがにあかんなって思うこと結構ありましたね。俺らはい、やっぱなんか発言。いやいや、もう前出してた動画の、あー、話題自体ね。はい、だから、これはなるやろ、みたいな。まあ、そう思います。そこはね、教えてくれてもいいけどね、別に。これどうね。いや、そんなん分かりません、僕。いやいや、分かんない。お前らの方がしっかりやってる。いや、都市伝説のプロじゃん、だから、最初に。で、それで、そこは、ダメね、使ったり、基本が、自分らで考えたんですまあ、でも、まあ、コラボして、これ変わっていいですけど。100万人マウント。いやいや、まあ、そんなん確かに。ねえ。今のはちょっと。いやだからそっからもう正直だって俺らの方が分かってるじゃないですか、ネタのこと。でそれは僕の話しっかり聞き入れた方がいいんじゃないですか。問題になってる。100万人マウント、100万人マウントって思ってるだけです、そっちが。いや、まあ100万人マウントかもしれないですけど、これけどさ、受け取り手がどう取るかね。俺らがバンされたのも結局 YouTube っていう受け取り手がダメだって判断したわけだから、受け取り手がどう思うかによってはそれはお前が言ったのね。俺らのうち何人が100万人マウントやと思うか分からない。だけどそれを100万人マウントと思ってダメですよ。しっかり聞き入れないと、後輩の言葉も全部。いや僕もそう思ってきましたから。なんか全然年下の YouTuber とかいますし、まあ、年上も含めてやっぱ全員同じライバルなわけですから、そこでなんかその100万人マウントってぐちぐち言われてる。ぐちぐちは言ってないけどね。いやもう僕ぐちぐちって感じっすよ、そう言われて。でも今はそっちが大変な時期やから僕らも助けようとしてんのに、その言い方はなくないですか。いや助けるって時点でもうさ、助
助けるっていうのは全員、まあそうですね、マウントやん。いやけど実質そうでしょ。いや復活してるからね。いやいやいや復活してますけど、もう都市伝説やめるんでしょ。やらない、やらない。うんだろう、もう言うたら、ね、僕らっていう言い方、僕ら代表じゃないですけど、こっちの庭に来るんやったら、あれ大事でしょ、こっちの意見を聞くのも。いや別に他の YouTuber はそんな言い方してきてないよ。いやまあそうかもしれないですけど、俺ら結構思ってんすよ。のんなに赤バンされた時、僕めっちゃ悲しかったっすよ。いやお前笑ってんの。いやいや、どう、それ笑いますよ、電話で。けど心の内ではみんなで、うわ、マジか、え、ちょっとこれどんな気分だよ、めっちゃ熱くなりましたけど。熱くなったやつはマウント取らんけど。いやいや、それもう待って、ぐちぐち言いますよ、そうやって。ぐちぐちやん、お前が取ったの。いやだから、その100万人マウントっていいっすからもう。え、みんなそれ、そのスタンスやるって。いやだいたい、俺ら100万人マウントって言われても思ってないですから、そっちが勝手に思ってるだけですから、それ。え、あるやろ、正直、100万人いってる。いや、ないっす、ないっす。大方は格が違う。そっちが勝手に思ってるだけですから、それは。いや、そんなん思ってないっすね。いや、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 なんか100万人マウントって言われても、ほんま自覚ないし、そっちが思ってるだけなんで。トイレから帰ってきて。いやいや。いや、なんかだから100万人いってるから、お前らに力貸してやってるみたいなこと言ってきたから、こいつが。いや、でも正直、言い方悪いですけど、実質そうっすよ。正直実質は確かに。それでぐちぐち言われても、いやぐちぐちじゃないですよ。ありがたいと思ってもちろん、うん、いやそうっすけど、そのおかしくない、熱くなるとこじゃないんですよ、うん、やめた方がいいっすよ、その態度。いやほんまに、いやいやお前の方がやめた方がいいでしょ。どうした。いやいやいや、だから俺はそんな言われても何でも思ってんすか。いやもう帰って、もうでYouTube ってもう人間関係ですから。いやだからそれで来てるわけじゃん。いやだからそれでそんな態度ダメっすよ。いや俺らがいくら後輩やからって言われても、その態度よくないっすって。お前が言ってることいいんやから。別にだから100万人マウントまず取ってないっすよ。取ってないし、いやいやでも助ける立場やないですか。取ってそこでなんか100万人マウントマウントって言われても、ブチブチ言われても俺も知らないんで、そんなこと。ブチブチ言ってみろ。見えんの試合にね、ぐちぐち言ってるし、なんすかその態度。俺チケット取ってる。あ、俺チケット取ってる。いや、正直だって俺らもスケジュール上げて取ってんすよ、これ。いや、そんなん分かってる。スケジュール上げて取ってきて、でフラッと入ってきて、まあ取んのはいいっすけど、100万人マウントなんか、俺はほんまに思ってるのに、そんな100万人マウントなんかないっす。いや、だから俺らも準備して持ってきてるやん。で、おめえが思んないよう分からんことで、水さして。いや、だからそういうのも大事なんすって。思んないって言われるのが一番嫌なんですよ。おもんなかったよ、一回でもさっきおもろくて。それを笑いになるじゃないですか、編集とかツッコミもあれば笑いになるじゃないですか。高橋いたから笑いになってる。そこでおもんないって言われても、おもんないって言われても一円なんですよ。いやおもんない。いやいや、おもんなかったとしても笑いにできるぐらいのあれにしないと。まあただ確かに僕もおもんなかったらもっとお笑い精進しますけど、だからそこでそこでなんかそのおもんないって言われたら腹立ちますよ。もうないよ、マジで。マジで、マジで。いやいやいや、マジで。ちょっと急に始まったか、俺らも分かってない。じゃあ寝てて上がれるんすか。そしたら、いや、上がるからやったんだよ。寝てて上がれるんすよ。いや、お前らみたいに最初から寝てねえから。はい、怖い。ちょっと、俺よりおもろいしてください、ね、じゃあ今度も。俺、今日持ってきたのおもろないんだ。あんな流暢に喋れるのかな。あんな流暢に喋れるわ。本気出したら。だからそっちが主役やから引いたんですよ、こっちは。いやそれでなんか思うんだよ、100万人マウント。いや岡戸ちゃうでしょ。何万かいいのか。いやいや、いいんじゃなかった。そうじゃなかった。でも帰ってくださいよ。でもう帰ってください。もういや、マジで。もういいっす。いや、あげんでいいよ。もう話す価値ないっすよ。いや、さっきのもあげんでいいよ、マジで。いいっすよ、じゃあもういいっすよ。もうこっちがスケジュールして、こっちの日程をずらしてやってるんですか。で、お前らはここのがいいっつったから、ほらここのが来たの。いや、ここのが取ってくださいっつったらそっちでしょ。お前から言ったからないじゃん。コラボしてくださいっつったらそっちでしょ。そのうちでバカにしてる。いや、なんでそんな切れるんですか、逆に。いや、あげんねん、じゃあどうか。チームのリーダーみたいな感じなんでしょ。その態度でいいんですか。ちょ、お前が舐めてるから。いや、そんな言えますねよ。いや、明らかに態度変わってるからね、前回コラボした時は。あ、じゃあもう帰ってください、もう帰ってください、もう帰ってください。え、もうマジで帰ってください。もういいっす、もう今後関わりたくないっす、正直。いや、それはお前一人で決めるそんなことある。いや、ごめん。いや、一回落ち着け、落ち着け、落ち着け。
いや、マジ帰るの。いや、マジ帰るの。だからお前それでもヘラヘラしてんじゃん、普通に。いやいや、だからもうそっちの態度おかしいですって。じゃあ帰れって言って帰る事務所にお前ヘラヘラして遊んでる。いやいや、それはいいよ。やめやめ、もう帰ってください。俺は関わんないっすよ。別にお前らの力でここまで来てないから。帰ってください。帰れ早く。その言い方やめて。そう、先輩の。やべやべ、マジで。そんなにつく、なるほど。いや、ちょっと、まあ、俺らも悪かったなと。だって、どこが悪かった。だって、男子から借りてるわけだからさ。その、じゃあ、おかしい態度あったでしょ。電話した時さ、一応その、ほら、俺らゼロになってたじゃん、あの時は。それでも、OK してくれたっていうのはあるから、本当に。だから準備してきたじゃん。そうそうそう。全力で。でも、なんで喧嘩してる。だから、こいつがそれに対してマウント取ってるからね。マウント取ってないって。マウント取ってはそっちをずっと被害者ずらしてダラ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 言って、もういいっすからそれ。それがおもんないっすから。まずおもんないっす。帰ってください。何を言ってんの。やろうな。回ってるんですか。あと、あれもあるんだ。じゃあ、一個伝えたいのが、あのみんな知らないのは分かるじゃん。俺らも知らなかったから。途中から、なんか始まってんなってことに乗ったけど。あ、そうなんや。ドッキリであることを信じてね。師匠、これヘラヘラしてるから、ね、いや、本当にこいつが悪いよ。メイクルはガチ知らないの。知らない。それであんな楽しそうにしてる。チケット払ってないよ。どんだけ笑いの天才なんだよ。見れんねやはめっちゃおもろい。いかに喧嘩したら頭おかしいのが分かる。笑いそうだったもんね。俺ら喧嘩したらいつも喧嘩してない奴らがお
え、見れんの？お前、普段からじゃあそれ先に言えよ。でもそれを跳ねのけようとガチで頑張ろうとしたんですけど、俺緊張しすぎてめっちゃ息臭いんすよ。知らない、俺バリ臭いよ。知るかよ。あれやんな、俺らからしたらもう K-1 とライジンみたいな。てか、もうそう、見続けてほしかったね。いつも K-1 だけで試合してるから。じゃあ俺もうほんまガチのスイッチ入れようと思ってんけど、なんかたかしのヘラヘラした顔とか、チェロのヘラヘラした顔がヘラヘラするやろ。めっちゃおもろい。めっちゃおもろい。決められへんやん。そんな先輩と後輩の喧嘩なんて。そう。てかもう俺トイレから帰ってきたペロめっちゃビリついてる。俺に楽しんでんの意味で言う。すごいな。いやちょっともうこれはすいませんでした。ほんまにすいませんでした。いやもう分かる分かる。もうこれ俺が笑ったから完全に。だからもうね、いや企画は完璧だったんだよ。もともと後輩で仲良くしてたやつにコラボお願いしたら100万人マウント取られて、あ流行りのやつ買って喧嘩してみた。もうこれ完璧やん。文字数を文字数を。そうやで、文字数いけるからな。もういけるからとか。確かにいや、そうなんや。失敗って言うやん、こういう。じゃあさ、分かった上でもう一回やる。2回戦目やん。じゃあ、ブレスキーは持ってますか。俺の客さんで。いや失敗やわ。いや失敗ですね。第2回に期待しましょう。これはね、全 YouTuber に言いたい。レイクレイにドッキリは仕掛ける。無理。もろくなってもう無理。ヘラヘラしてるみんな。もう難かった。俺ほんま演技ないんで、演技力が。あかん。途中まで良かったんやな。うん。割とピリピリしてて。どっちかは確かに。どっちかは悪かったな。マジで悪かった。良かった良かった。もう見れんねやっていう。そう。あれは。ただただ見れんねやっていう。待って、これカメラ外で俺ガチドッキリされる。ガチ怒りドッキリ。もうやめましょう。あー失敗だ。あーそうか、第2回。そうっすね。いやお前がヘラヘラしすぎて。おマジ。え、見ないでしょ。え、見れんの？見れんの？なって死ねん涙この涙